皆さん、いつも本当に応援ありがとうございます。私たちにとっても一区切りであった10万人を等に通り越し、また今回も特別編をお送りできます。えへへ、みんなありがとう。どうやら10万人記念をちゃっかりお父さんが担当してくれてたみたいだね。まったく、いいとこ持ってかれたわね。さすがお父さん。ところでお母さん、今日は何をやるの？じゃーん、これは何でしょう？ DVD？ 花子の先生がくれた劇の DVD です。今日は皆さんと一緒にこれを見ましょうか。わあ、ちょっと恥ずかしいな。姉の運がいい理由という動画はご覧になりましたか？そのオープニングで触れたんですが、演劇発表会でやった納豆の神様だね。お母さんが見に行ったから内容知ってるけどね。どうだった？ええ、一言で言うとネバネバしてたわね。じゃあみんな準備はいい？納豆の神様。俺は豆は好かんのじゃ。この子は平助。豆が苦手で食べられません。食事中誰も見ていない間に食べずにしれっと捨てています。ある日、平助は捨て損ねた豆を袖に入れたまま道端を歩いていました。あ、ハト、ほら豆食うか。やだ、ハトに丸飲みされるなんてやだ。人に食べられたかった。あ、うわー、落ちる。しかし落下したのは地面ではなく、そこは不思議な場所でした。うー、ひどいよ。おや、ここは？おお、豆の神、待っていたぞ。ここは食物の神の国じゃ。見るとネギと稲穂が立っていました。神？私が？あなたを探していたのです。わしはネギの神。僕は稲穂の神です。ま、豆です。いえ、あなたは豆の神です。ゴッドオブ豆。今この神の世界で困ったことが起きているのです。どうしたの？外国から最近やってきたパンをご存知でしょうか？パン？小麦で作られた、半分くらいは空気の透かしたやつです。そのパンの神が卵姫を神殿のどこかに幽閉しているのです。そしたら何が困るの？食べ物の神がいなくなるということは人間の世界にも影響します。わかりやすく頼む。卵姫が消えるということは地上から卵が消えるということです。へえ、卵が食べられなくなるね。そういうことになります。じゃあ卵がなければ豆腐を食べればいいんじゃない？どこかで聞いたことあるような。先陣切って助けに行ったわしら以外の神もみんな捕まってしまったんじゃ。えらいこっちゃ。つまり卵姫をさらったパンの神をやっつければいいのかな。ざっくり言うとそういうことです。倒したら今度はパンが食べられなくなるんじゃないの？パンがなければご飯を食べればいいじゃない。どこかで聞いたことあるような。というわけで3人はみんなを助けに行くのでした。ねえ、他の神もみんな捕まってるんだよね。じゃあ地上は？飢饉が起きる。もう始まっている。豆の神はゾッとしました。早くみんなを助けに行かないと。3人は卵姫の神殿に到着しました。見張りも何もいないんだね。そうさ、なのに誰もパンの神に勝てないんだ。やっつけるってどうしたらいいんだろう。見つからないように中に入るぞ。3人は足音を立てないように神殿の中を進みました。あ、もうここは王の間じゃ。お前たちは最後に残った神だな。パンの神。どうしてお前はこんな悪いことをするんじゃ。卵姫とみんなをどこへ閉じ込めた。黙れ、牢に入るがいい。わー、うん、弱い。お前たちは毎日を気楽に過ごし、いざという時も平和ボケして戦う力を持たん。優しいだけでは国は守れんぞ。何が目的なんだ。ふっ、そこで一生過ごすがいい。残された3人はそこで数日間幽閉されたままでした。与えられるのは水だけ。夜が来るたびに3人くっついて眠るのでした。
どうやって脱出すればいいんじゃ。このままだと危機が深刻化してしまう。あ、卵姫。静かに。私がすべての部屋の鍵を外します。早く逃げるのです。姫も一緒に。いいえ、私でないと鍵は開かないのです。だから逃げて。何をしている。もう神たちを幽閉するのはやめてください。ここを私と君だけの世界にするんだ。ねえ、なんでそんなことしたいの。パンには卵だけで十分だ。どういうこと。この国に来たばかりの俺をお前たちの仲間は抜け者にした。パンには味噌汁は合わない、漬物に合わない、そう言って仲間外れにしたのはお前たちだ。唯一卵姫だけだ、俺に分け隔てなく優しくしてくれたのは。だから卵姫を独り占めしたかったのか。お前たちはずっとここに閉じ込めてやる。うわ、やめろ。豆は力の限りパンの神を抱きしめました。つらかったんだな。でもやめろ。離せ。なんて力だ。苦しい。豆はパンの神と押し合い揉み合い、どんどん体温が上がっていきます。それと同時にどんどん力も栄養価も増していくのでした。みんなと仲良くしたらいいよ。うわ、お前なんか臭い。仲良くしようよ。うるさい。お前らもどうせ他の奴らと同じだろ。違う。これから友達になろう。わしもなる。お前の話を聞こう。ああ、僕もだ。仲間がすまないことをした。くっつくな。やめろ。豆の神はどんどん粘り気を帯び、パンの神はネバネバでびくとも動けません。豆、お前は一体何者だ。なぜこんなに強い。私も人間の子供からいらぬと一旦捨てられた身なんだ。でも私は神なんだってさ。ただの豆だと思ってたら神様だって言われて誇らしかったんだ。私は納豆の神だ。神らしくあれ、パンの神。卑屈になって悪人になる気か。お前たちが俺を悪にしたんだ。いい加減にせぬと、このネバネバを鼻の穴に塗りたくるぞ。それとも我らの友人となるか選べ。参った。すっかり戦意を喪失したのでした。豆の神に何が起きたんだ。きっとあなたの藁に住む菌が豆の神と奇跡を起こしたのでしょう。ありがとう、納豆の神、稲穂の神、ネギの神。暑かった。こうして幽閉されていた他の神たちも全員解放され、ごめんね、ごめんね、ごめんね。パンの神も反省し、他の神たちと和解しました。月日は流れ、この国の食生活は大変豊かに発展していくのでした。あ、納豆うまいな。俺納豆好きだな。その様子を天から納豆の神は微笑みながら見ているのでした。戦友である豆、ネギ、稲穂の神は納豆ご飯として今でも最高のハーモニーを醸し出しているのです。謎の感動。自分の演技はどうだった。いやー、いっぱいいっぱいだったね。でもやりがいあったよ。ええ、すごく上手だったわ。最優秀主演女優賞をあげます。いや、それは恐れ多すぎるよ、お母さん。花束をあげましょう。はい、花子、お疲れ様でした。わーい、綺麗なお花、ありがとう。これからも頑張りましょうね。では皆さん、これからも私たちと良い悪夢を。